千葉県立船橋西高等学校は、千葉県船橋市朝日町に所在した公立の高等学校。通称は、成高、船橋西、船西。昭和63年度の入試では、偏差値60あり船橋市内の高校では、県選、役園大、船橋東に次ぐ、進学校であった。毎年国立大、総計上利、マーチへの合格者も、多数あり。 日知東駒線への進学者が多い。もともと知名度の低い高校であたため、少子化が進むにつれ、死亡者数の減少が顕著となり、近隣の船橋浅比高等学校との合併により、船岸は廃校となった。千葉県立高等学校再編計画により、2011年度に千葉県立船橋浅比高等学校と統合し、進学達成型の単位制の千葉県立、 船橋弘明高等学校に改称された。校舎は引き続き船橋西高等学校校舎を使用する。コスモス祭が体育の部と文化の部に分かれており、その期間は学校全体がお祭りムードになる。校舎が地盤沈下を起こしており、補強工事など対策を行っている。千葉県県立高等学校設置条例の一部を改正する条例の原案について、 ありがとうございます。